オンラインライブギャラリーそして東京は渋谷区代々木にございますピカレスクのお店よりお届けしております店長の松岡ですあら早速あかまぼこさんのんさんはずさんこんばんはありがとうございますありがとうございますえー、本日もピカレスクに常設でお取り扱いさせていただいております作品を組み合わせたアートセットのご案内をさせていただこうと思いますえー、本日の アートセットは、えー、青を見た時に笑う赤ちゃんにプレゼントすると良さそうなアートセットです、えー。青、青ですね。なんかあの赤ちゃんってなんか特定の色見ると笑う子がいるっていう話を今日聞いて、なんて素敵なんだろうと思いましたので、今日は、えー、青、青色を見た、青色を見ると笑っちゃう赤ちゃん。 にプレゼントするといいんじゃないかなと思うアートセットのご案内をさせていただこうと思いますあ、あ、ノンさん、かまぼこさんもうシェイクハンド、シェイクハンドありがとうございます、ありがとうございますキャママさんもこんばんはありがとうございます え本日のライブ配信を見逃しちゃったという方でも大丈夫です。えー、後日、えー、ピカレスクの YouTube ですねオフィシャルの YouTube チャンネルからも、えー、この動画がアップされる予定となっておりますので、えー、見逃し視聴も後からできるけどいつアップされるかは神のみぞ知るということでねあの,の,びのびのびやっていきたいと思います。あキャンママさんんんんコメントありがとうございますこんばんはは、まあ、そななわけでで、えー、ちなみに本日は、えー、現在ピカリスクでオンライン そして店頭で開催中となっております白井美奈子さんの個展「あわわの森」2日目2日目ということで、えー、本昨日は。 もうオール白井美奈子さんアートセットだったわけなんですけれども今日も白井美奈子さんの作品が登場しますよということで、えー、どうぞよろしくお願いいたします。えー、今日はちょっとねあの4点のアートセットのご紹介をさせていただき4点そうですね4点の,、えー、あの選びきれなかった選びきれなかったけど結果的にすごくいい感じになったアートセットのご紹介をさせていただきます。えー、でははまず点点目1点目は 皆様もご承知でしょう白井美奈子さんですじゃーんかじゃんかじゃんということで、えー、こちらは白井美奈子さんが以前ピカレスクで開催されましたワンズクルーさん、えー、愛犬とアートをつなぐというテーマ、ワンズクルーさんの企画展にご制作、ご出展くださいました、えー、ワンちゃん。 ワンちゃんがとワンちゃんがうたた寝している様子を描いた大変幻想的で美しい色合いがもうたまらないあのもう究極の癒しとなんかもうね ウルトラビューティーですね。うん、このあ <laughs> あ、キャンママさん、コメントありがとうございます。アラマミルキーというね、そうなんです。そうなんです。キャンママさんがね、飼ってらっしゃるワンちゃんと同じ犬種の絵を白井さんが描かれたというね。なんかもう愛のシンクロニシティですね。画面越しにいやー、ありがたやありがたよと。もうこのね、ほよほよ感ですよね。そしてこう、ふわふわとね、不思議な、ちょっと腰がすいません。<laughs> この丸のねこの模様と色ともう全てがねなんともこうパーフェクトワンダフルあ川越さんひょっこりということひょっこりひょっこりなんかすごい謎のこんばんはありがとうございますありがとうございます本日は青い色を見ると思わず笑っちゃう赤ちゃんにプレゼントするといいんじゃないかなと思うアートセットのご紹介をさせていただいておりまして1点目は「 え現在ピカレスクで古典あわわの森をご開催中の白井美奈子さんがご制作くださいましたうたたねをテーマに描かれたうとうとというタイトルの作品でございますなんかこの不思議なピンクのえー、ハンモックハンモックみたいなこうね上をこうあらハンモックかなと思ってスススと行くとここがなんかまたちょっとねあすいません店長の良くない口が ね、ここでちょっとこう目をつぶっている風緑のようなねまた幻想的なお鳥様が現れてきてなんともね本当に一緒に歌たたねしたくなるすごく安らかなねいい夢を見ているんだろうなというこのほよほよ感ですよねなんか多分絶対ダメなんですけどなんかこのお顔と耳の間に両手をスッと差し込んでなんか暖を取りたくなるような。 でも絶対ふわふわですよねパッて目覚めちゃいそうですけどねそれをじっとこらえてじっと我慢してこの子がねほよほよと寝ているのを見守りたいそんなこよいでございますねなんかこうなんかねこの子が立体だったらそれこそこうなんかなで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 したくなるなんかねいい夢見るんだよってあーかわいい腹筋が痛いもうかわい,いはい あー可愛か,かった。うん。あー四子さんこんばんはありがとうございますありがとうございます。本日一点目の作品は現在ピカデスクで個展開催中の白井美奈子さんによるタイトルウトウト。アクリルと色鉛筆を用いて描かれました一点ものの原画作品で価格は八千円プラス税送料別でのご案内となっております。こちらの白額は一点四百五十円で合わせてのお求めも可能でございます。あーひろみさんこん。 こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。白井さんの原画ですよ。えへへへ。可、え、愛、ー、い,いですね。後でまたちょっとご紹介しますので、あのー、なんだ。これはなんて言うんだ。このここはここはこのままって言うんですか？チャンネルなんて言えばいいんだろう？ああ、ひろみさんありがとうございます。ありがとうございます。 えー、そして本日2点目、えー、青を見ると思わず笑っちゃう赤ちゃんへのプレゼントにいいんじゃないかなというアートセットはこちらでございます。じゃがじゃん。さあ、近づけていくと。 わー綺麗 <laughs> すごい綺麗だね。こちらはえピカレスク常設アーティスト島田葉月さんが描いてくださいました初恋をテーマにした油絵作品え初恋をテーマにしたハガキサイズの油絵作品でタイトルは「ここにいるよ」。 フィーリ、えー、ここにいるよ2019フィーリング100分の56という作品でございます。えー、大変淡く、淡く、甘くあのーえー、塗り重ねられたブルーがね、見えますでしょうか。そしてその上にあしらわれた無数のラメたちですね。ちょっと今、あのー 照明をつけているのでちょっと照明も聞いてみましょうかね。あサンポポムさん、こんばんは。なんというね、いいタイミングにお越しくださったのでしょうか。ちょっとね、消してあの2パターンのね、色合い。このえ照明が消えているところと、照明がついているところ、この狭間の色合いをちょっとね、想像して、ときめいていただけたら嬉しいなと思います。あーはずさん わあ、ありがとうございますという。いやーもうこちらこそでございますよ。今ね、ライブ配信をご視聴くださっている、えー、はずのえさんが、このまさにね、絵を描いてくださいました。作家様、張本人でいらっしゃいますので、もうね、うーん。ぜひね、気になる方は、はずのえさんのね、インスタアカウントもフォローしていただけますと、また素敵なね、過去作の画像一覧などもごご覧いただけますので、ぜひぜひチェックしていただけますと嬉しいです。ねーということで、ちょっとじゃあ、照明もまたオンにして。 しょとにかくねこの淡いブルーが本当にに何とも言えず何とも言えず濃いですね濃いですね <laughs> あ裏面はこうなってます「ここにいるよ2019フィーリング100分の56島田葉月」と書かれてますねはあキュンキュンですねまたあの こちらの島田さんの作品は結構あの島田さんの作品にはよく見られる特徴なのかしらと思っているんですけれど全体的にね一つのトーン一つのトーンテーマカラーがありましてさらによくよく見ていくとちょっとこうねそのトーンカラーとは真逆と言いますかあのより強固なコントラストがこう見えてくるような強いねピンクショッキングピンクのような色とかこのファッとしたねファッとしたこう淡い。 赤紫というんですかねのラインが見えてきたりとかこういうちょっとこうアクセントカラーみたいなものがよくよく見ていくと実はキュッとギュッと入っているのが結構ね 島田さんの作品のこう隠されし魅力隠し味奥深さにねつながっているのではないかしらと思う店長でございますよというああだだまさんこんばんはありがとうございます <laughs> なんだろうなんかだだまさんってちょっとなんかねイントネーションを変えたくなる不思議なだだだだまだだまさんですねだだまっていうねだだだんっていうあノンカリさんあわいってもう本当あいですねなんなんだっけあのハンバーグ師匠みたいなあいすごい でここにいるようでございました。すいません、ちょっとね、あの淡いとね、あのぜひあの <laughs> 言いたくなる作品ですね。えー、こちらは。 えー、こちらの油絵作品一点ものの原画作品となっておりまして価格は1点3500円プラス税送料別でのご案内となっておりますまたこのねブルーブルーライトブルーグリーンのねラメが本当に美しくあなんかねこう甘酸っぱいような爽やかな初恋の思い出がねあの11月の夜にねこう浮かび上がるあこ今いでございますね。 はい。またこちらの額も、えー、先ほどの白井さんの作品と同じく1.450、えー、円プラス税で合わせてご案内しております。あひろみさんもね、あの先ほどの白井さんの作品可愛い,いですというコメントありがとうございます。またちょっとね、すべて飾り付けた後にご紹介させていただきますのでよろしくお願いいたします。そして、えー、青が好きな、えー、赤ちゃんにね、いやあの渡したら喜ぶんじゃないかなというプレゼントセット。 次はこの子ですもう。もう定番と言いますかねもう安心安全の,あの工房美恵さんという感じですけれども、えー、こちらもピカレスク常設アーティストでいらっしゃいます工房美恵さんがお作りくださいました。 ね、陶器で作られたハリネズミちゃんですね。ハリハリネズネズですね。あの、子供たちが見ると大体もう、キャー、キャー、キャー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 ってなってもうね、あの、わーって集まる大人気、あの愛、愛されしハリネズミですね。もう大人気ですね。もうとまあ、か、まあ、<laughs> そうそうちょっと可愛すぎて変な髪型しちゃいましたけど。いや、でもね、これ可愛いですもん。もう仕方ないですよ。もう、もうしょうがないよねって。だって、だって可愛いんだもん、みたいな。もう <laughs>、 でもこれちょっと面白いなと思いますのがあのこっち側で見た時とこっち側で見た時で結構ね表情が違うんですよね。 薄い薄いねうるるんつるるんみたいなあの瞳の色ですかね瞳の色の濃さがこっちで見た時とこっちで見た時でちょっとこうねそれぞれ違うんですよねなのでこう一個の作品ではあるんですけれど飾り方によってなんかこう全然違う表情がねお楽しみいただけるというなかなか魅惑の子だなという感じで見ておりますね魅惑だね君は本当に魅惑だねなんかすいませんあの またね、あの工房名さんは笠間焼の、えー、訓練所でん研究所で陶芸の知識を、えー、学ばれまして子どもたち赤ちゃんなどのケアをされるようなお仕事をされていらっしゃったんですけれどもその際になんかこう子どもたちが笑顔でいる空間になじむような陶器を作りたいなと思ったんですっていうお話を結構初期の頃にお伺いしてあそうなんだって結構 そう思う思と今のねあのピカレスクにいらっしゃる子どもたちがキャ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 ーってワキャキャキャってなんか集まってきてる様子がなんかね本当にうーんなんかうーん動画とかに撮ってみえさんに送りたいなと,、まあ、でもちょっとそれはねお母さんたちが、ね、えなんで松岡さん動画撮ってるんだろうってなるから <laughs> まあ自重しますけどいや本当にね届けたいぐらい温かのね風景。また 子供たちからね、こう、ワイワイと囲まれて、なんかこのね、ハリネズミさんも、なんかちょっとこう、ルンルンと喜んでるような、もうね、かわいらしい感じですね。うん、なんかそういうのも含めて、なんかこの子がね、こう、赤ちゃんのいる風景、プレゼントにもね、いいんじゃないかなと思って、あでもこのルンルン影、これ、誰かね、ほんとストップモーションに、ルンルンルン、あかわいい、<laughs> かわいすぎる。えー、こちらの。 すいませんこちらの、えー、かわいすぎるハリネズミさんはの価格は1点4400円プラス税送料別でのご案内でしたかわいいプリプリすいませんはいありがとうございますそして、えー、本日最後にご紹介さしあげますのも同じく工房美恵さん 重力ちゃんんと店長がででいる一輪しですねこちらは今年の夏に工房みえさんが完全オンラインにてご開催くださいました個展「青と茶色」にご出展くださいました、えー、花入れとなっておりまして結構ね不思議なフォルムをしていると思うんです。あの普段美恵さんはろくろを使って結構均一に均等になんかこうスタ,スタイリッシュと言いますかねこうあのパキッとピキッあのんパリッシュッとしたあふわっとのふわ うんうんうんまああのなんかこう水の上に水滴をポチャンって落とすとなんかわってこうミルククラウンみたいなねなんか真ん中でビャーって出てくると思うんですけどああいうこう左右均等な美しい形の一輪挿しをお作りになられることが多いんですけどこれがなかなかね本当不思議なフォルムを教えるかと思うんですけどこれどうやって作ったんですかとお伺いしたらなんかその。 あれですろくろできれいな形を作った後にそれをまだ固まりきる前にパッてこう持ってパッみたいなあのそうするとボトって落ちるじゃないですかでそれでボトって落ちた時の形でそのまま焼いたんですよっておっしゃっててなので、まあ、こう店長はこれをミエさん工房美恵さんと重力ちゃん重力ってあの地球の重力ですよねなんか。 工 <laughs> 房美恵さんと美恵さんと重力ちゃんのコラボ一輪挿しだなと思って勝手に重力ちゃんって呼んでるんですけどでまあまあまあそんなね重力ちゃんでした。でももこの色もね あのみえさん普段そんなにこうお使いになられていなかったこうブルーの色合いも本当に綺麗いで何でしょうなんだかちょっとこう昔何でしょう,こう古い色あせた写真に残っている水平線ってなんかこう写真自体もちょっと色焼けして空の部分がちょっとこう茶色くなって白く飛んでた なんか空の部分が茶色くなってでも水平線のブルーがちょっとだけ残ってるみたいなもしくはねこう昔撮られたアンティークな写真にうっすらブルーのとこだけ色を塗った時に見えるような色合いのような素敵な一輪雑誌でしたおーわーわーあわー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 わすごいかあ川越さんコメントありがとうございますおーかわいい一輪雑誌っていうね可愛い,いですよねこれすごいかわかわいんですよ可愛いいんですよいいですよ,よくわかっていらっしゃる ありがとうございますすいませんちょっとねあの嬉しいですねうんうん あ、はたさんこんばんはありがとうございますありがとうございます美しいチリンザシとちょっとね店長はこうもうシルエットぐらいでちょっとこれぐらいのねバランスがあの映像として美しくてね見るに耐えるかなという感じですけれどあひろみさんもコメントありがとうございます、えー、重力ちゃんとコラボすごいというね面白いですよね結構この重力ちゃんは特に店長の中でもお気に入りのなんかねこう不思議な油肩ブラ感もあるような感じがしてねなんて素敵 重力ちゃんなのかしらと思ってるんですけれど、まあ、そんなわけで一通りあそっか価格ごめんなさい価格がえこちらのなんと重力ちゃんとみえ,みえさんのコラボにコラボをしたこの一輪刺しは1点え1,200円プラスで送料別でのご案内となっております。 本物の陶器作品でね花入れで重力ちゃんとのコラボで珍しいブルーもね贅沢に使われていて1200円ってねなんかどないなこっちゃらってねなんかどないなこっちゃらなんかどないなもんじゃいっていう感じどないん何で何でやねんっていう感じですけど <laughs> まあこれが現実ですねすごいことですねはい、えー、そんなわけで、えー、一通り4点ですねえー 水色を見ると笑ってしまう水色を見ると笑っちゃう赤ちゃんにプレゼントしたらいいんじゃないかなと思うアートセット4点をご紹介させていただきましたのでこれからそれを飾り付けまして、えー、まとめてみるとどんなふうに見えるかっていうのをご紹介したいと思いますあキャンママさんキャンママさんの泣き笑い絵文字ありがとうございますいただきました じゃちょっとねこうセッティングしつつこのセッティング後のねカメラの移動が本当にいつもねドキドキしちゃうんですけどまあちょっとねちょっとずつちょっとずつ慣れていこうねっていうことであの温かくお見守りいただけると嬉しいなと思いますいやーでもねもうこうあ可愛い,いこれはねもう最高の最高のコラボレーションがね今生まれてますねじゃあちょっとよいしょよいしょではちょっとカメラの移動をさせていただきますさあ。

いいわ。なんて可愛いのかしら。ちょっと奥様、何これ。やだ、可愛いじゃないっていうああ。あ、あれ？あれ？青で、さっき青って言ってたよ。あれ？ 私なんて言いましたあれなんか変なこと言いましたごめんなさい。ちょっと、なんかカメラを移動しなきゃとか、なんかいろいろであれあ、あれ青あれ私なんて言いましたあ、ん <laughs> あれすいません。なんかキャンママさんと川越さんすいません。ありがとうございます。えっと、本日選ばせていただきました。これらの、えーアートセットはえん、えん ん？赤ちゃんえ青を見て青青い色青を見ると不思議と笑ってしまう赤ちゃんにプレゼントするといいんじゃないかなと思うえー、アートセットでございますあはずのえさん水色って言っていましたってごめんなさい本当にごめんなさいなんかねあの <laughs> まあそんなあのね本当にねなんでなんでね二秒なんかああ青です 青ですはい皆様あのー、ありがとうございます店長を導いてくださってありがとうございますえー、本日は青を見ると思わず笑ってしまうような赤ちゃんにプレゼントするといいんじゃないかなと思うアート4点セットのご紹介でございましたはいあ川越さんもねコメントありがとうございますあすごいなんか分かりさんと川越さんがなんでおめでとうございますって言ってると思ったらすごいひろみさんがえ 最近、身内に赤ちゃんが2人も生まれたんですよ。タイムリーという。ええー、それは、それはおめでたい。おめでたい。何色を見るとね、喜ぶんでしょうね。なんかあの、 ピクレスクにいらっしなんかお母様とお話をしててなんかそのなんかうちの子は黄色とか暖色系を見せるとなんか笑うんですよっておっしゃってでも結構その特定の色で笑ったりする赤ちゃんっているんですよみたいなえー、じゃあ水色とか青とかもねいらっしゃるんですかねって言ったらあいるんじゃないですかねっておっしゃっててあらあらららなんてね素敵なのかしらというまあまあもうね ということでね、あの温かな世界でみんな友達ということで「うーんあひろみさんねありがとうございます」といういやなんかいいですねなんか本当に温かい世界ですね。なんかねこう青で喜ぶ 赤ちゃんもねいるんじゃないかなというそんなイメージでキャンママさん選ばせていただきました、えー、それでは改めて、えー、これらの作品のご紹介をさせていただこうと思います、えー、まず本日1点目にご紹介させていただきましたのはよいしょ こちらの白井美奈子さん、現在ピカレスクで古典あわワわの森をご開催くださっていらっしゃいます、えー、白井美奈子さんが描かれました、えー、水彩画とアクリル画を組み合わせた原画作品。えー、あの <laughs> 可愛い,いワンちゃんがこう歌た,た寝をしている様子をテーマに描いてくださいました。えー、こちらのタイトルがウトウトですね。ウトウトというタイトルもう可愛い、可愛いいですね。なんか本当に立体だったらこう、ね、なんか撫でなでしたくなっちゃうような可愛らしいこうねあのお姿でございますが。 こちらは1 8000円プラス税送料別でのご案内となっております。またこちらの白額を合わせてお求めいただくことも可能となっておりまして、こちらは1点450円プラス税送料別でのご案内となります。現在ちょっとね、こうカメラで撮影するように表面にガラスは入れてないんですけれども、 実際はこうリバーシブルになってまして、こう両面、な,なんて言うんですかね、この両、こうなんか、今これ1ガラスが1枚しか入ってないんですけど、実際はガラスが2枚入って原画をこうサンドして、しっかりとね、守ってくれる、なかなか心強いピカレスクでもね、大変重宝させていただいております、リバーシブル額でございます。えー、そして、よいしょ。 本日2点目にピックアップさせていただきました作品はこちらでございます。えー、こちらもピカレスク常設アーティストの島田葉月さんが描いてくださいました油絵作品ですね。えー、初恋をテーマに描かれた初恋作品？ん？初恋をテーマに描か描いてくださいました油絵作品でございますね。またあのこちら布なんですよね。 キャンバスロールキャンバスというものとんロールキャンバスというんロールキャンバスというものとのことでほんと布ですねちょっとこう麻布のようなあのしっかりとした強度のある布であそうそうタイトルがね「ここにいるよう2019フィーリング100分の56島田葉月」というねしっかりと裏面にサインも書かれておりますがうんうんあっ薫床さんこんばんはありがとうございますありがとうございます。 本日は、えー、青が好きな赤ちゃんが見て思わん青を見ると思わず笑ってしまう赤ちゃんにプレゼントするといいんじゃないかなと思うアートセットを、えー、店長のど、えー、イメージで選ばせていただきましたその2点目の作品がこちらですねであの油絵そのこのこロールん キャンバス布布地に油絵の具を塗った上からラメをね、このようにあしらってくださっていらっしゃいまして、またこうよーく見ていくとギュッとね、ギュッとこう強いここが ショッキングピンクですとか紫のラインですとか描き込まれているのがまた一つのね島田さんの作品の魅力的な特徴の一つかなと思っている店長でございました、えー、こちらは1点3500円プラスで送料別でお求めいただくことできますのでどうぞよろしくお願いいたします。 なんかこの2つをこう並べておくだけでもなんかすごいこう清らかというかねなんかこう胸がこうウキウキルンルンしてくるような,なんかね不思議なこう爽やかなときめきがね胸いっぱいに広がるようでいや最高でございますねうんとにね。そして,して,そしてえ本日3点目にご紹介させていただきましたのがこちらですね。工房ささんがご制作ください こうやって置いても可愛いんですよね、はあ、なんて可愛いんでしょう、えー、こちらは陶器で作られたハリネズミさんですね こう子どもたちがいる風景の中に優しくなじむような陶器を作りたいなというふうにお話しされていた工房美恵さんがねもうしっかりとそのなんかご自身の願いを作品を通じて叶えていらっしゃるようなもう本当にね素晴らしいもう滑らかなねもうこれはね陶器ですからもうさわ触り放題というとあれですけども本当にねすべすべつやつやもうこの手触りは本当たまらないですね。 なんかねほんと「本当君は可愛いね」って「うん知ってるよ」っていうもうこれはもう毎回やっちゃう、まあ、とにかくあのとにかくねこちら大変可愛いらしい、えー、工房名産の陶器のハリネズミこちらは1 4400円プラス税送料別でのご案内となっております。可愛い,い で、これがちょっとここに置くことが個人的にねもうウルトラのウルトラな味噌だなと思ってるんですけどちょっとこうやってねお花を嗅いでいるように見えるんですよねこれがまたいやーかわいいな本当にもう幸せ幸せでしかないですね本当にね愛くるしい何と愛苦しいんでしょう、えー、こちらの このねハリネズミさんがちょっとこうね香ってお花の匂いを嗅いでいるように見えるこのお花を入れているこの花器もまた工房美恵さんがこう重力とコラボして生み出された、えー、お花入れですねこちらも陶器の一点のとなっておりまして珍しくこうブルーのね色がこう下のラインに水平線水平線のように、えー、あしらわれてましてでこういつもはろくろで あの左,右ん左右均等の均一な美しい滑らかな形をお作りになられてるんですけれどもこちらの花入れはそれをお作りになられた後にこうわざとこう持ち上げてボトッと落とすことでこう不思議なゆ歪みといいますかペ,ペチャッというね感じになってこう重力重力ちゃんとコラボしてみえさんがお作りになられた重力ちゃん花入れでございました。 あそうえっとすみませんね価格が衝撃の価格そうですね、えー、こちらは1点、えー、1200円プラスで送料別で通販また、えー、店頭でのお求めも可能となっておりますはい、えー、そんなわけで、えー、本日は、えー、青を見ると思わず笑ってしまう赤ちゃんにプレゼントしたらすごくいいんじゃないかなと思う、えー、アートセット4点のご案内でございました、えー、それでは一旦こうか カメラカメラをカメラをちょっとまた移動させていただきたいと思います。あ、ダダマさんボト焼きっていうね。ほんとボト焼きですよね。なか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 ね。こういうスタイルの。 陶芸も,もね本当にいろいろあるんでしょうけれど工房名産のねこのスタイルは本当に初めて見たのでなかなか新鮮なね心地で拝見させていただいておりましたまたねあのキャンママさんがあのベビーシッターを、ね、されてらっしゃるということでなんか青で喜ぶ赤ちゃん聞いたことないっていうコメント届いてましたがなんか。 あの、青、青については、今日、確かに、そのお母様からの意見として出なかったんですけど、なんか青もいるかもしれませんね、っていうことから、な、なんでしょう、なんか、なんかそこで、そのお客様とちょっとね、お話が盛り上がって、えー、なんか青、青に喜ぶ赤ちゃん、めっちゃ可愛いですね、みたいな、こう、空を見て笑って、海を見て笑って、なんかもう地球に愛されし子ですね、みたいな、なんかそういう、ちょっとそういうね、あの、お客様と、なんか、あの、妄想トークが盛り上がった結果、 ちょっと今日のテーマにさせていただきました。はい、あのそ,その説はあのありがとうございますというねちょっとお客様へのお礼もここであのこの場を借りて厚く申し上げるばかりでございますが、はい。えー、そんなわけで本日はそんなテーマで、えー、アートセットのご紹介をさせていただきました。えー、明日は明日は月曜日なので、えー、配信はございませんが。 えっとうん、明日は月曜日なので配信はございでお店明日は祝日なのでお店自体の営業はあるんですけど配信はございませんがまた火曜日の、えー、夜の8時から8時半火曜日の夜の8時から8時半に、えー、インスタライブを、えー、させていただきます。うんうん、あ、あ すごい、なんていうことえ、あ、なんかはずのえさんから私は黄色でしたっていう,うわあ嬉しいあ、そうなんですねやっぱりでもありますよねなんかこう魂が喜ぶ色みたいなねエンダっていう感じがねありますよねうんうんわかりますわかります私はあの あでもどうなんですかね。でもなんかこう物心ついた頃からなんかもう緑を見るだけでめっちゃテンションが上がってるんですけど、でもどうでしょうね。赤ちゃんの頃はどうだったんでしょうね。ぜひね、ちょっとこう聞いてみたいところですね。うんうん。あだだまさんもありがとうございます。あの、そんなね、素敵なテーマとおっしゃっていただけてもう感謝感謝でございます。そして、なんということでしょう。薫、あの、薫こさんからあのテーマいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、明日のあなたへ。 明日のあなたへっていうのはどうでしょうか。バッチグーです。明日のあなたへ。あ、いいですね。これはちょっとこれは考えがうん考えがいがありますね。これはいいいいいいテーマをいただきましたね。これはちょっともう満点で答えたいですね。うんうん。あ、いいですね。かしこまりました。え明、ー、日？あ明日じゃない明日じゃない。えっと明後日明後日の火曜日明後日の火曜日の あさっての火曜日の夜8時から8時半に「えー、明日のあなたへ」というテーマで、えー、店長のセレクトでアートセットを選ばせていただいて、えー、そのご紹介をさせていただこうと思います。えーあん 火曜日に見れないよという方も大丈夫です。えー、どこかのタイミングでアーカイブ動画が YouTube にアップされます。いつアップされるかは神の味噌汁。でもちゃんとアップはします。録画はね、あのしっかりとしておりますので、どうぞお楽しみなさってください。私もすごく楽しみです。うんうん。 あーでもひろみさんもね地球に愛される本当にねブルーが好きと言うとなると海も空もなんかその地球に愛された子供んなんか地球に愛されし子供の歌みたいなテーマでねまたちょっとアートセット選んでみてもいいかもしれないですね歌声とかね歌声をテーマにもねやってみたいなと思っているのでそれもねまたゆくゆくちょっとこうタイミングがね訪れたらやってみようかなと思います。はーいいいあああキャンママさんももりがとううございますいやもう全然,全然あの 青なぜねあのあ青青で喜ぶ赤ちゃん聞いたことないっていうなんかすいませんちょっとねあの店長の説明不足であの大変失礼いたしましたでもあのご納得いただけて安心しましたありがとうございます、えー、そんなわけで本日の配信はこれにて終了とさせていただきます、えー、明日は祝日ですのでピカレスク自体は営業しております、えー、13時から18時まで13時から18時まで営業しておりますので なかなかねなかなかお出かけしにくい世の中でございますのであのそんな方のためにオンラインでこういったライブ配信ですとか現在開催中の白井美奈子さんの個展特設ページも、えー、制作しておりますので。 もしもし、あのオンラインでも店頭でもどちらでもお楽しみいただけますので、ぜひぜひ、えー、チェックして、ま良、あ、い良い,いようにチェックしていただけますと嬉しいです。あ、えー、ひろみさん今日は癒されましたという、あ、嬉しいです。ありがとうございます。あのちょっとね、えー、引き続き白井みな子祭りということで、あの白井さんの個展開期中はちょこちょこ白井さんの作品が登場するアートセットのご案内もしていけたらいいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。あ。 あえー、えー、クリスホミアチルさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、せっかくね。お越しくださったところ、大変恐れ。あ 私にちょうどいいアートをオンラインライブギャラリーよりお届けしております。ピカレスク店長の松岡です。えー、三宮橋のお店にも、でもあのいろいろねあの、うろうろさせていただいておりますが、<laughs> 今ねあの、アートギャラリーでお取り扱いさせていただいております作品をご紹介するなんかこうライブ配信をお送りさせていただいておりまして、一応8時から8時半までということで、ちょっと,こうこう、えー、とそろそろお開きとなりますが、また、 来週の火曜日ですね。これから訪れる火曜日でまたお会いできたらいいなと思います。それでは最後に配信終了ボタンを押した後にじゃんけんをしたいと思います。<laughs> では配信終了ボタンを押します。あのですね、このボタンを押してからライブ配信が終わるまでの間の若干のタイムラグをね、埋めるためのじゃんけんでございます。最初はグー、じゃんけんポン今日はパーでした。えー、勝った方、 明日はししいスープを飲みましょう。負けてしまった方おいしいパンを食べましょう愛子の方おいしいフルーツを食べてみましょうありがとうございましたフルーツパン